防災のうんちくとかトリビア的な魔法のアルミホイルにしました。なるほど。これで水道を作る。はい、皆さんこんにちは、隊長です。今回は今回はですね、あの隊長前回の動画で、防災のトリビア的な知識を、なるほど、みたいなこと言ってたじゃないですか、なんでちょっと今回はそれらを教えてほしいなと思って、ほうほうほう、なんかいろいろ防災のうんちくとかそうです、なんかトリビア的な、役に立つかわからないんで、じゃあとりあえず、今手元にあのこのライトがあるんですけど、ライトな、このライトで何か一つえ、ちょっと色のもん持ってきてもいい？はい、どうぞどうぞ。ライトといえば、ライトといえばこれと、ライトのなんかうんちくといえばもうこれ。ほう、何ですか？その、あの水、まあ、水、これは炭酸水やけど、水とアルミホイルで、ランタン、あのこれライトね、で何作るのか、ランタンになりますよ。おお、あ、え、めっちゃ明るくないですかそれ。すいません、今全照明を、あの落としたんですけど、確かにめちゃくちゃ明るいですね。そう、このライト別に8時間9時間普通に持つから、単温でね。まあこういうのもノウハウの一つだよね。だからランタン代わりになるよ、蛍光ライトやけど実はランタン代わりになったりするんだよ、みたいな。キャンプでも使えるノウハウだよね、これ。なるほどなるほど。でなおかつ、体調もレベル低すぎると、もうライトに水にランタンなんかもう簡単すぎるし、知ってると、わかる。じゃあこれはどうなのかっていうと、これはちょっと俺も消防の時に教えてもらったね、あのノウハウやねんけどね、これはすごいなって思った。アルミホイル、これで何すると思う？何する？包んで保存するとか、なあなあな、そんな感じやわな。プーさん、これ電池な、3ついんねん。単4電池、3つ、1本、2本、3本いんねんか、あのモバイルバッテリーとかで使ってしまって、もう2本しかないねんと。なるほどなるほど。ありえるよな、普通に。ありますあります、これ光らせるわ。え、ちょっと待っとってや。でもそれ3本いるんですよね。3本いる。1本抜いて光る。1本抜いた状態ね。光んないですね。光るわけないやと。もう3本いるんでね、バカかと。これがノウハウやねんけど、ちょっと作ろう。おー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 おお、魔法のアルミホイルにしました。何をするのかというと、電池の大きさに合わせるやんな。電池の大きさに合わせます。入れます。あ、そこにですか？入れます。おいおいおいってなってない。大丈夫なんですかそれ？爆発とかせえん。大丈夫なんですかそれ？まさかみたいな思わへん。いや、ダメでしょ、その電池3本いるんでしょ、そこに2本しか入ってなくて1個アルミホイルなんですよね。そのつくわけないですよ、そんな。いくで。はい、これ点灯モードや。あ、すごい。え、普通についてるじゃないですか。電気1回消して、ついてるの分かるよな。あ、ついてますね。めっちゃ普通に明るいですね。どう？え、すごい。電池が最悪1本なくてもアルミホイルでできちゃうよっていう、まあ、なるほど。ただもちろん電池じゃないから、3本いるところを2本でやってるから、1個それアルミホイルですよね、アルミホイル、やってるから電力はガンガン強いかというとそうじゃないけど、けどこういうのがまあ防災術なのかな。もう、まあ、つくだけでもだいぶありがたいんじゃないですか。そうやろ、じゃあ、最後やね。待ってや、ちょっと取ってきていい？工具がいいねんけど、じゃあ、このペットボトル、何すんのかというと、これ大地震発生した時に水道どうなる？まあ止まります、ね、まあ出えへんよな、まあこれたださ、水、じゃあウォータータンクで持ってきましたとか、ペットボトル2リットルいっぱい持ってるけど、ジョボジョボって言ったら手洗うめっちゃ大変じゃない？言うたらこれがペットボトルやったら、こうやって洗うしかなくない？確かに、それを、まあ、このノウハウで言うと、まずこれで水道を作る、まあ、こういうな、別に穴開くやつやったら何でもいいねんけど、ペットボトルで水道、穴開けんねんな、で、こう開けました、このまま蓋をちょっと緩めるで、蓋を緩めると当たり前こうなるやんな、けどこのまま蓋をちゃんと閉めると、お、あ、すごい。え、なんで穴開けましたよね。穴開いてるで今。なんで止まってますね。止まってん、だからこれを
手洗いたいとかな、子供とか、はい、まあ自分でもいいねんで洗いたいなってなった時に蓋を緩めるだけで、すごい、本当に水道じゃないですか。そうで閉めるだけ。へえー、すごい。これって別にお風呂の水でもいいよな、はい、何でもいいわけやんか、はい、だから このまま全部抜いてお風呂の水使って手洗うとかでもいいわけ。うん、生活用水とかの活用水で言うと、はい、穴を開けると、はい、こういう水道代わりになるよ。ほんでじゃあそれどうやってんのっていうと、はい、まず蓋を緩めとく、はい、水入れる、はい、出るやんか、はい、蓋閉めるだけ。へーすごい。で水道代わりになる。めっちゃいいですね。うん、こういうのもだから防災のうんちくかな。はいはい、はい、じゃあ今のすごかった。めちゃくちゃすごかったです。まあそんな予算かからんからな、はい、絶対覚えておいた方がいい。簡単にできますね、うん、はい、他はないんですか。他で言うと、はい、防災のノウハウで言うと春回路あるやろ。はい、その春回路ってどこに貼る。プーさんどこに貼る、うん、腰とかお腹とか、うん、腰お腹やんか、はい、これ実は風邪予防にもなるって言われてるのは、はい、肩甲骨と肩甲骨の間の、はい、この辺、ま、背中の真ん中に貼ると貼る回路をね、はい、なんかこれは風紋と言われるツボがあるらしいな背中、はいはい、ここに貼る回路をやっておくと体が効果的に温まるとも言われてる、ね、で風邪予防にも抜群って言われてて、はい、まあ、果たしてそれがな俺医療の専門家じゃないからどうなのかっていうのは分からんけど、はい、なんかそういう防災のノウハウとかはある。避難所とかで貼る回路とか配られた時にお腹とかでこうやってるっていうよりかは背中の肩甲骨と肩甲骨の間に貼るといいよって言われてたりする。へー。あとはね、五円玉って皆さん持ってるやろ。五円玉プーさん、はい、ありますね。言うたらね、例えば家で木材のね、木が壊れてました。それを持ち運ぼうと思って、じゃあトゲが刺さってしまった、はい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 、これ病院行く？行きます、うん、救急車呼ぶ？病院もパンパンじゃない？確かに。そうやろ、はい、その時に役に立つのが五円玉でトゲが抜けるよっていうのがあって、はい、で、まあ、五円玉で例えば親指の真ん中がね、トゲが刺さってるってなると、はい、こうやっても爪で抜いても先っぽだけ折れたら最悪やんか。あ、確かに。そう、その時に五円玉をその怪我のところにギュッと押し込んだら、はい、このトゲの部分がピュッて上に出てくるの。へー。だからそこでピンセットとかでピュッて取ってあげるとあのトゲとかもできるよっていう応急処置の防災もあったりする。なるほどなるほど。五円玉でできるやつね。はい。でそのじゃあ他に小銭ってどういう活用できるのかっていうと、はい、公衆電話やな。あ、確かに確かに、うん、119電話しようとしても携帯は通信規制がかかりますと、はい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 、まあ、それは消防をやってるともう当たり前に知ってることやねんけど、はい、消防局とか連絡とか警察も自衛隊も連絡取らないといけないのか、はいはい、だからキャリアって言って、はい、まあ、大手の通信キャリア、はい、携帯会社さんは通信規制をかけんの。あ、そうなんですか。そうだからみんなの電話っていうのはつながりにくいって言ってるけどもうつながらないと思っておいてくださいと。はいはいはい、じゃあどうやって連絡するの、安否確認どうやってするのっていうと、はい、公衆電話でね、ほうほうほう、公衆電話っていうのはもう日本各地にあるけど今はだいぶ数減ってないけどね、はい、まあ、そこには171っていうやり方で安否確認を送れるっていう方法もあったりとか、はい、それは公衆電話とか一回久しぶりに見に行ってみ、プーさん。確かにもう久しく見てないですね。そうやろ、もう何十年で見てないんちゃう、はい、見てないです、見てないです。使ったことは僕、いや、そんなないんじゃないですか、本当に。そう、本当にないかもしれないです、まあ、だからみんなも多分そういう感覚に近しいと思うから、はい、公衆電話パッて見て写真とか撮ったりもしたらいいし、はい、なんかどうやって使うんだろうなみたいな興味本位にね、自分の携帯にかけたらいいよ、うんうん、別に5円、じゃあ10円とかでできんねんから、はい、一回そういうのでやってほしいな。まあこれは防災ノウハウなのかわからへんけど、はい、まあ知っておいて損はないかなとは、うん、思う、はい。あとはね、この誘導灯のマークかな。防災のノウハウ、防災とかで言うと、はい、よくこれ見るやろ、施設とかで行くと、はい、まあ、飲食店行こうが、大型のショッピングモール行こうが、はい、家電量販店行こうが、絶対こういうのってあんねん、はい、これと矢印の2種類あるの知ってる？よ、え、矢印2種類ありましたっけ、うん、緑に人の矢印と、はい、矢印に白色 の、まあ、誘導灯があんねんけど、はいはいはい、2種類あって、はい、このマーク、今の緑でこうやってるやつね、はいはい、かのやつ、はい、かのやつ、はい、これピクト君って言うねんけど実は名前もあってピクト君なんですか。ピクト君っていう名前があんねんな、まあ、ピクト君がおるところ、はい、これここが出口ですよ、ここが屋外につながりますよ、はい、っていうマーク。ほうほうほう。だから出口とか駅とか、なるほどなるほど、大型ショッピングモールで夜中な残業してたスタッフが
パッてドン電気消えた、はい、ここ大きすぎてどこか出口か分からへん、やばい、次また震度7来るかも分からへんってなった時に、はい、このマークを探すねん。けどさ、ここにたどり着くまで大変じゃない？出口なんかそんな簡単に見つからんねんな。見つかんないですね、うん、大きいイオンモールとかでイメージして、あ、出口どこってなるやろ。いや、どこってなりますね。 それを示してくれるのが白色がメイン。これ緑色メインやったよさっき、はいはいはい、緑色メインやけど白色メインで、白看板メインで矢印が書いてんねん。それは通路誘導灯って言って、出口こっちこっちっていうのを教えてくれる場所。あ、そうなんですね、うん、これはだから防災のノウハウとかになるのかな、はい、それは避難口の誘導灯と通路の誘導灯っていうのがあって、はい、通路誘導灯っていうのは矢印っていうのは出口こっちだよ、みんなこっちに逃げるんだよっていうのを教えてくれてるところ、はい、でピクト君のこれは出口だよっていうのを教えてくれてる、はい、そうなんです。めっちゃ勉強になりました。はい、まあ、ほんまこんなんでいい？あ、めちゃくちゃ、はい、なんか防災のノウハウとか、なんか命に今、関連するような、はい、ノウハウがあれば、もっともっとみんなに伝えていけたらなと思うので、はい、ぜひ、いいねやコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。助かる命を助けるために。